サファイアスローズという名前で、音楽制作と DJ と、ライブもします。今ここにシンセサイザーあるみたいに電子音楽なんですけど、まあ、DJ の時はもう結構いろんなジャンルかけるんですけど、まあ、エレクトロニックミュージックの作ってます。音楽を作り始めた時期とかきっかけっていうのが、サファイアスローズとして音楽を作り始めたのは2011年なんですけど、まあ、それまでももちろんずっと音楽が好きで、今はなんかこうテクノミュージシャンとか、エレクトロニックミュージシャンって言われるけど、実はバックグラウンドはプログレッシブロックとかパンクとかシンセサイザーミュージック、子どもの時は聴いて育ってきました。去年までは自宅で作ることが多かったんですけど、去年から結構引っ越しとかその新しいスタジオの制作とか始まって、割と移動するようになったので、まあ本当に今ここって決まった場所実は今はなくて、旅先だったりとか、そのスタジオ建設するところに仮に作ってる場所だったり、まあ自宅でちょっと音出したりとか、なんかそういう感じで今はやってます。一時的にセットアップを組んでて、そこでまあ朝起きてレコードかけてレコード聴いて、まあこうゆっくり一日始めて、で音楽制作しなきゃいけない時とかライブの練習しなきゃいけない時っていうのは、まあそこでちょっとこう離れたところで制作したり音楽聴いたり作ったりしながら、なんか庭仕事したりとか、結構自然と静かなところとっていう感じで、今はここ数ヶ月はそういう感じで作ってます。人生って長いので、音楽をどうやったら楽しみ続けられて、自分にとって音楽ってなんだっけとかって、そういう考えられるように環境を整えてきてるっていう段階かもしれません今。プロダクトが自宅に届いて、まあ、開けて何にも見ずに、その説明書とかその組み立てのとか入ってたのかな、わかんないけど、もう明らかに見てわかるんで、はめていくだけなので、もうすぐですね、すぐ組み立てました。まあ、ミニマルだなと、組み立てが簡単で、でシンプルだし、このヘッドフォンは私、まあ、自分の友達が使ってるの見たことあるんですけど、それ本当にただの黒いヘッドフォンみたいな感じで、これつれて友達がね、それどこのって、アイアイアイのだよって、これ受け取る前ですね、初めて見た印象で、私ブランドのロゴがバンって書いてあるのとか全然好きじゃないので、すごいミニマルなデザインはいいなと思いました。これのいいのは、私はそのライブをするので、ライブリハーサルをスタジオもしくはスタジオじゃないところでしなきゃいけないときに、このワイヤレスのヘッドホンっていうのはすごいいいと思ってて、レイテンシーがないのってやっぱり大事だし、自分が弾いてそれが遅れてるとライブの練習はできないから、弾いてそのままワイヤレスで聞こえる、家で音を出さなきゃいけないとか、夜音を出さなきゃいけないとか、なんか狭いアパートでなるべくいい音で練習したいとか、そういう時にはすごくいいと思います。オールインワン の, モビリティ、これ1個で全部済むとしたら、機能としてすごく便利ですね。荷物も減るし、だって充電持ちもすごいいいみたいで、普通ワイヤレスってBluetooth にしても、なんかワイヤレスの方が音が悪いとか、その Bluetooth の方が音が悪いっていう風に言われたりイメージがあるけど、実際そうじゃないっていうこと、いい意味でワイヤレスなのに同じヘッドフォンでプラグインするよりも、ワイヤレスでこのトランスミッター使ってやる方が音がパワフルだっていうことです。すごい、それはすごいと思います。このヘッドフォンのやっぱり最大の特徴だと私が思うのはモビリティで、モビリティっていうのは、このヘッドフォンをシームレスに、ある意味、まあ、使おうと思えば24時間ずっとつけっぱなしでずっと音楽聴きながらワークすることができるっていう意味で、やっぱモビリティっていうのがもう一個の特徴かなと思ってて。